調和を保つ者は幾年もの先を見抜くことができるというが、全ての調和を乱し者は一寸先をも見抜くことができぬ。一歩一歩進むのだ。気を抜くでない。一寸先を感じ取り、己が選ぶべき道を知れ。息を満たし放つのだ。己が心を開け。邪念を鎮めるのだ、ヒロキ。侍ならば心得よ。幾度も同じことを繰り返しております。先生、何故にこうもせねばなりませぬか。侍とはいつまでも型を極めようとするもの。さあ、邪念を鎮めよ。息を満たし止めよ。向かい合いし者の意図を汲み取るのだ。気を散らせば死を見るぞ。今一度始めからだ。はい、先生。手ほどきするは学ぶこと。ゆえに今日は我が先を行こう。間合いを開けよ。しかと見よ。己が身につけし技を見せてみよ、ヒロキ。せっ、せっ。目を離すでない。一時たりとも相手に背を向けてはならぬ。刀を振ることしか知らぬ者の先は見えておる。守りを固めるのだ。防げ、ヒロキ。防ぐのだ。相手の気力がそがれるのを待つは愚か者のすることぞ。風のように動け。さすれば刀に囚われることはあるまい。今日はここまでだ。三十郎様、明日は。三十郎様、一大事でございまする。ヒロキ、ここにおれ。されど。修行を忘れるでないぞ。己が死に従うのだ、常にな。ヒロキ、無事でおれ。愛子殿、我々はどういたせばよいでしょうか。父上があれほど案ずるとは気がかりでなりません。何があったのか明らかにせねば。されど先生は。これはお稽古よりも大事でございます。参りましょう。信様が言うには京の都ではよく知られた料理だそうだ。それじゃ
天使様も召し上がっておられるってことかい。ああ、そうさ。あんなバカ野郎の言うことは聞かねえこったね。天使様がわしらと同じものを召し上がるわけねえだろう。町場の方へ向かったのでは？こちらへ。先生はいかなる時も稽古を立つことはありませんでした。何か気を悪くされたのでしょうか？何をおっしゃいます、ヒロキ殿。ああ、そうだな。あなた様は父の自慢の弟子でございます。お弟子様は後を追ってあんなに急いで。お弟子様、ご師匠様は門の方へ向かわれましたぞ。言ったらわかるんだい。これは売り物じゃねえ。是が非でも譲ってくれ。よし、倍払う。これはうちに伝わる家宝なんだよ。手放したらご先祖様にたたられちまう。毎日おめえの荷が道を塞いでんだよ。耐えかねることを耐えてこそ誠の忍耐じゃ。米引き立てだよ。ヒロキ殿、愛子様へ一つ手土産でもいかがかな。拙者は、あ、愛子殿はそのお顔が赤くなっておられますよ。今は先を急ぎましょう。美味しそうではございましたが。サバ、アサリ、スズキ。この老いぼれの荷車を動かすのをお手伝いいただけませぬか。三十郎様がかけてきたのに仰天してしまい、溝にはまってしまいまして。承知いたしました。先生はどこへ向かわれたかご存知でしょうか？かたじけのうございます。三十郎様はものすごい速さで上に上がっていかれました。門の外で何かあるようでございますな。かたじけのうございます。何を気にかけているんだい。こんなとこじゃ何も起きねえじゃねえか。それで困ってんのさ。商売上がったりだ。なんとか切り盛りしてるってのこさ。早道がございます。通ればことになるやもしれませんが。されどお咎めになる先生もここにはおりません。それほど厳しい父ではありません。きっと父上もここを通ってきたはず。ここで何をしておる、盗っ人どもが。ヒロキ殿、
お急ぎよ。お許しくだされ。何も取ってはおりませぬ。拙者どもはただ。さっさと出て行け。ご師範様に言いつけるぞ。取れたての梅、今が売れ時じゃ。愛子殿に差し上げたいが、一文も持ち合わせておらぬ。こりゃ参ったな。よし、持って行きな。銭はいらねえよ。かたじけない。明日また買いに戻りまする。必ずや。また振られちまったよ、兄貴。今度は何だってんだ。俺はあいつに言ったんだ。おめえさんなら黄泉の国まで追いかけるって。イザナギがイザナミを追いかけたようによ。粋なこと言うじゃねえか。ところがあいつはイザナギさえも女房の醜く変わり果てた姿を見て逃げ出したって言いやがった。まあそれも間違っちゃいねえな。そんでオイラもどうせ同じだというのさ。まあうまくいかねえこともあるさ。どけどけ、わしの番じゃ。勝負事は相手よりも四半時長く待つ者が制すものじゃ。ここは一応道場じゃ。どうかお待ちを。気をついてないな。怪我はありませんか。いや、なんでもねえ。ただ口惜しいだけで。拙者は三十郎様を見つけなければなりませぬが、戻った際に必ず手助けを。ありがてえが、なんとかするさ。わしが手を貸しますんで、ご客人の世話が済んだらすぐそっちに向かいます。ありがてえ、ありがてえ。今のは何者かの叫び声でしょうか。いかにも先生がいらっしゃるところに違いありません。お急ぎよ。何者かの襲撃です、ヒロキ殿。それがゆえに父上はあれほど急いで。拙者から離れませぬよ。先生を見つければ。私は父上を見つけます。いけません。危のうございます。核のごとき輩など知りも及ばぬ。この村のすべての小道を存じています。どうか人目のつかぬところへ。あなた様に何かあれば先生に合わす顔がございませぬ。そして拙者は、拙者は、弘樹殿、お行きくだされ。案ずることはございません。
小僧、いかにしてわしを止める気だ。拙者は侍じゃ。そいつを楽にしてやれ。喜んで。さあ一体何が望みだ。臆病者。死ね。お前。願いでござりませぬ。かたじけねえ、かたじけねえ。もうすべて。この向こう水なもののふは誰だ。して、手玉の拙者は侍じゃ。ああ、そうかい。先生からしかと手ほどきを受けたのだ。迎え撃つ備えはできておる。武器を置いて逃げるんだな、小僧。逃げはせぬ。これは拙者の誓いし務めじゃ。ならば黄泉へ行け、愚かなわっぱが。死ね、死ね、死ね。喉をかっきれ。あなた様は守り神様の化身か何かでございますか。かたじけない、ヒロキ様。三十郎様をお探しなら、先刻この前を駆け抜けて行きなされました。
もらう。行くぞ。首を落とせ。逃げるなら今。誰もおらん。行くぞ。喉をかけ犬が。あなた様は守り神様の化身か何かでございますか。かたじけない、ヒロキ様。三十郎様をお探しなら、先刻この前を駆け抜けていきなされました。誰もおらん。行くぞ。命乞いするならいい。すでに村の多くが燃やされ、多くの命が奴らの手にかけられておる。先生がとどめてくださることを願う。拙者をお供させていただければよろしかったのだが。愛子殿が無事であればよいが。腕が。なんてこった。こいつら百姓は何も持ってねえ。チリも積もればってやつよ。小銭も集めれば大層な量になるってもんだ。しっかり分け前をいただけるならの話だがな。心配ねえ。スサノオの御事以来の極悪人だが、二言のないお方だ。ま、酒だけはたんとある。飲め。いつ来てくれるんだい。もう閉じろ。勘抜きをせねば。そこの木を持ってこい。早せ、まだ来るぞ。抑えろ、抑えろ。そこで止まれ。
ところでした。頼む。退いておる。これは先生の行いか。社の中にな役立たずのクソの家ここにおとどまりを。されど先生は、ご師範様はわしらを守るために刀を抜かれました。手柄のために命を投げ捨ててはいけませぬ。拙者は死を恐れませぬ。先生の助太刀をすれば。田中、年端もいかぬ小僧の手に我が折々幼し、我が我が父を討ち取りし時よりも、参れ、刀さばきを見せてみよう。何もできぬな。を切ろうとは武士の風上にも置けん。武士の誇りなど弱く恐れる者どもの大義名分。何も知らぬ俗名、恐れをなして逃げ出すなら今ぞ。恐れの主とは我のことよ、じじ。困りました。たとえお主の命が尽き果てようとも。承知いたしました。よし、愛子を頼んだぞ。父上。先生の名を汚すようなことはしませぬ。